こんにちは、整形メイクのみえです。お願いします。今日は購入品を紹介していきたいと思います。はい、洋服を買ったんですが、テーマを決めてみました。ショップリストで5000円以内で全身コーデができるのかっていうのと、あともう一つテーマがありまして、私すごい身長が低くて153センチなんですけど、その身長が低くてもモデルさん並みにスラッと細く見せれるコーデをしていきたいなと思います。はい、ではまずこちらを買いました。ブログにもちゃんと詳しく載せてるんですけど、白のスケスケのブラウスを買いました。こういう感じでオフショルにできるんですけど、本当にすんごくスケスケなやつです。なので下はこういうブラトップなどを着て着てあげるものなんですけど、これは二度この白のここの部分で二の腕も隠せますし、オフショルなのですごく綺麗にデコルテとかも見せてくれるので、最近すごいオフショルにハマってるんですけど、これもちょっと取り入れたいなと思いまして、これもすごい安かったんですけど、こちらも買いました。でこれは黒のスキニーなんですけど、もうピタッとするタイプのものなんですけど、こちらも黒だと引き締め効果があるので、黒がすごい好きなんですけど、黒のスキニーがかなりこれは使えましたね。買ってみて、こちらなんですけど、ちょっと穴が開いてるものなので、最近流行ってるのかななんてちょっと自分の中で思ってるので、黒いスキニーを買いました。こちらも買いました。で、あとはやっぱり背が低い方は背を盛りたいと思うんですけど、私にとってちょっと高いヒールはすごい欠かせないものなんですけど、こちらです。これが少し前に流行ったレースアップのタイプのものなんですけど、可愛くて、本当にこういう感じのヒールがついてるんですけど、やっぱり黒なので全体を引き締めてくれるっていう感じの黒だったので、こちらを、やっぱり黒はね細く見えるから本当好きです。こちらをシューズを買いました。ヒールもついてるのできっと背も漏れてくれると思います。はい、はい、で今ショップリストさんでメガセールやってると思うんですけど、6月30日から始まったんですね、確かの7月8日8日の1時59分までやってるらしいので、ぜひぜひチェックしてみてください。もしそれを逃しちゃったって方も、その後メガセール後にもセールっていうのがまだやってるらしくて、7月8日土曜日の2時からまたアフターセールっていうのも始まるらしいので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、では実際に着てみました。ちょうどこのブラウスも二の腕が隠れるのですごく良い感じでございます。このブラウスが本当に安かったんですよ。すごいスケスケで、この夏この中のインナーを少し色を出してあげて着たらすごい可愛いんじゃないかなって思います。後ろもこんな感じになってます。ちょっと動画ではちょっとトップスの紹介になっちゃうんですけど、5000円以内で全身コーデが組めたってことがすごい嬉しくて、それにちょっと華奢にも見えるっていうコーデをしたので、ちょっと写真をするので見てみてください。はい、では今日は購入品の紹介もだったんですけど、こんな感じでちょっとコーデの動画も上げてっていうコメントとかも来てたので、ちょっとやってみました。いかがだったでしょうか？もっとこうした方がいいとか、そういうのあったらどんどんコメントで教えてください。では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。